ですね、ナイターあんまり走らさせていただかないんで、今回呼んでいただいて嬉しいですね。相性はまだ分かんないです。なるほど、はい、走りやすいですか、終点の前で。そうですね、 2,3 周ぐらいしたんですけど、はい、海水ですかここは。きついですね、はい、きついですか、まあ、乗りやすい印象です。あんまりいいところはないんですけど、まあ、そういうことはあんまり考えないで、いいって思い込んでレースしようと思います。調整的にはどうされていかれますか。ちょっとやっぱり気温の差とかでプロペラ難しいと思うんで、そこをしっかり合わせれるように、まあ、プロペラ中心でやりたいと思います。そうですね、割と届かないイメージですかね、初めてなんですけど。はい、ポケモン GO、はい、未だにやってます。はい、結構何種類か遊ばれてますか。やっぱり、まあ、選手の中でもやってる人いるんですけど、はい、まあ、結構集めてる方だと思います。はい、一番好きなポケモンは何かありますか。一番はピカチュウですかね。はい、いや、なかったですね。あ、期待して、まあ、地方行くんですけど、あんまりいないですね。はい、東京が一番です。はい、さあ、今となっては分かんないですけど、すごいんですかね。はい、でもあんまり今の仕事に活かしてないんで、もうちょっと活かせるように考えて取り組みたいと思ってるんですけどね。はい、辛かったですね。はい、そうですね、やっぱチームでやるスポーツだったんで、でも今の仕事っていうのはもう個人なんで、もうやっぱり割り切らないといけないと思うんで、まあ、今は今で、過去は過去で、もう過去は忘れて、もう今は精一杯頑張ろうと思います。近いものととりあえず A 級には早く上がりたいと思ってるんで、もう今季は勝負に行こうと思ってるんで、まあ、今節もしっかり結果残せるように頑張ります。東京支部の伏瀬島です。漢字分かりづらいと思うんですけど、覚えていただけたらいいと思います。精一杯頑張るので応援よろしくお願いします。